そして15番のティーイングエリア、稲見萌寧。右からかなり強いアゲンストの風吹いてます。そうですか。 RBC 琉球放送、片野達郎アナウンサーのリポートです。フェードボールヒッターの稲見さんからするといいラインに出ましたね。はい、ちょっとラフに入りました。はい、1打差で追いかけていきます。まずはファンアルムです。ファンさんはこういう時にアゲンストでもこう低めの球で回転数の少ないホールをきっちり組み入れるんですよね。そこをうまくフェアウェイに打っていきたいですね。フェードボールヒッターの渡辺さんですからね、はい、左に打ち出したいところ、勇気いるショットですよね。ご覧の通り4戦中4勝のうち3戦が逆転優勝という西村。あ、やはり右サイドに行きますね。そして上りアゲンストの状況でしたので、はい、16番西郷真央です。上空は本当のフォローですね。はい、大左サイドですが、こちらもこうグリーンの奥に外してしまいますと簡単に寄せられないアプローチが残ってしまいますので、まずはグリーンのセンターぐらいまで止めるというイメージで打ってくると思います。クラブの番手でいうとユーティリティ5番くらいじゃないかと思うんですけどね。はい、ピンが左奥ですからできれば右のフェアウェイ。はい、最終組の2つ前を回っています。ここはフェアウェイを捉えてきました。はい、3年ぶりのツアー優勝を目指しているファン・アルムですが、ここは手前です。それだけコロコロと条件が変わっています。はい、でもバンカーに入らなくてよかった。追っていきたいという話です。4番のユーティリティ少し短く持ってます。あ、手を離しましたが、あ、バンカーですか。これはちょっと厳しいですね。勝負どこですごい強いなって印象あります。はい、西郷真央トップで迎える18番のティーショットです。良さそうですね。フェアウェイを捉えてガジュマルを越えてきました。で迎えた開幕戦です。ダイキンオーキッドレディース最終日最終組が17番のティーイングエリア、まずは西村優菜のティーショットです。2打差、まあ、あと2ホール絶対バーディーを取るぞという気持ちで臨むと思います。そうですね、うん、あ、右手を離しました。左ですね。大きく左です。昨日はイーグルが狙ってほしいですね。まずファン・アルムです。トップと2打差。ボールヒッターですのでバンカーの左サイドのラインにしっかり打っていければという感じで打っていくと思います。ここ
はセンターに置いてきました。真ん中ですね、ここですよね。ややか17番でダブルボギーがありました。7アンダーで迎える最終ホールです。はい、一勝すれば何勝するのかという選手です。いやもうこの体のポテンシャルもすごい高いですし、そして技術も持っている技術もとても高く総合力が高い選手なので、やはりこの一勝を機に今季どんどん勝っていくんじゃないのかなっていうふうに思います。西郷真央見事に初優勝です。